どうもはこんばんにちは、イスゲーです。はい、ということで今回もデジモンワールドネクストオーダーインターナショナルエディション実況プレイしていきたいと思います。はい、花が詰まっております。はい、まあ、それはさておき、モッドシップ岬に来まして、エアロ V ドラマに話しに来ましたのでトーキングしていきましょう。また来てくれたんだな。今日こそ俺の研究のデータ収集のための君のデジモンとのバトル引き受けてくれるか。研究の役に立つならいいよ。お、引き受けてくれるか。精度の高いデータが欲しい。全力でかかってきてくれ。いいよ。さあ行きましょう。レベル40、まだまだだな。何生活する感じなのかな。よいしょ。ちょっとあれですね、レベルの差がありますね、なかなかの。よし、私たちの勝ちだ。よし、このくらいでいいだろう。おかげで十分なデータが取れたぞ。それにしても君のデジモンたちの動きには俺の構築した理論では説明のつかないものがあるな。もしやこれが新たな研究テーマが見つかったかもしれない。そういえば町にはデジモンの研究施設があるらしいな。ではこのデータの詳細分析はそこで行うことにしよう。貴重なデータを取らせてくれたこと心から感謝するよ。はい何戦かするかなと思ったら結構あっけなかったね。まあということでどんどん順に集めていきましょう。わはい、ですね、ちょっと進んだらなんかいましたどうもどうも。お、お前は例の人間だ。何やらデジモンの頼みを聞いてくれるんだよな。お任せ。お、やったぜ。俺 XV もずっと探してるデジモンがいるんだ。マグナモって聞いたことあるか。ああ、あるよ。黄色に輝くアーマーをまとったロイヤルナイツの一員、彼がついにこの世界に現れたみたいなんだ。俺たちの種族の中でも伝説的存在だし、ずっと探してるけどなかなか会えないんだ。だからもし会えたらさ、サインが欲しいんだよ。お前が出会えたら代わりにもらってきてくれないか。理想の場所なんだけど、今まで調べた感じじゃ俺の方はもうお手上げなんだ。そこでまず V ドラモンに情報を聞くことを進めるぜ。あいつをマグナモを探してる仲間なんだ。 V ドラモンは今アブソリュートゼロってとこにいるはず。じゃあ頼むぜ。ほう、なかなか楽しそうだ。はい、イベントですね。これちょっと今回やっていきたいと思います。さあではどんどん行きましょう。はい、ですね、皆さん、今ね、V ドラモンがいたんですけど、その次の部屋にまさかのねベルゼブモンがいますなんでこんなとこにいんの。あ、まちょ、この世界を救ったデジモン2体従えたテイマ、イスゲとは貴様のことか。俺はベルゼブモン、死体魔王の一人と呼ぶやつもいるが、俺は群れるのが嫌いでな。かっこいい。こうして一人で好き勝手にやるのが性に合ってるのさつまらない話をしたな。今俺が求めてるのは貴様のような強者との勝負。どうだ、俺とここで一戦交える気はないか。わかった、相手になるよ。理由も聞かずに俺と戦うという心意気、気に入ったぞ。さあ俺を楽しませてくれ。さあ行きましょう。ストップ。いや強いぞ。今だ。さあ防御プラグイン、いい、ね、はい、レベル60か。大魔王は魔王系はだいたいね50とかだったんですけど、エルゼムモンは強い、結構強い位置ですね。よく見ていこう。
さあ大丈夫、 MP 回復受け取れ。さあ敵さんは液晶か。治ったところで必殺技をぶち込みましょう。よしよしよし、いけ。 OK、 ガイアフォースよいしょ。はい、ちょっと HP 回復使うぞ。で必殺技いきましょう。いいね、グレイスクロスリーザー。どうだ、決める。よく見ていこう。お、一つダブルインパクト。ストップ、なかなかのダメージですね。さあ MP を回復。これでなんとか。敵さんは、お、液晶化してたよね今。さあ足を止められた。大丈夫かな。変身するなよ。 OK、 グレイスクロスのリーザー。さあゴーグレモン回復。やったぞ、やいいのない。オッケー、いける。さあガイアフォースよいしょ。おしんとやる、この調子。HP は大丈夫だから MP をとりあえず回復しましょう。ダブルインパクト。さあ回復急げ。受け取れ。よし、大丈夫だ。バカれたか。どっちも回復した方がいいっすね。いや、なかなかお強い。ちょっと本気でいきましょうかね。おい、プラグイン。大丈夫、続けていこう。よし、ガブにダブルディスク引っ張っていきましょう。大丈夫、ヒット。変身すんなよ。ガブ早めに。オッケー、グレイスクロスリーザー命中。よく見ていこう。さあ HP をとりあえず回復。必殺技きた。まあまあ大丈夫でしょう。おっほー、間に合え。危ねえ。早く起きて、行くぞ。使うぞ。さあ、オーグレモンぶちかませ。よし、ガイアフォースよいしょ。いい感じ。よし、オッケー、液晶化。よく見ていこう。なんか液晶化になるときベルゼブもバイクに乗りますね。何あれ。よーし、勝利だ。勝った。終わりかな。思った通りの面白いやつだな貴様は。一人で戦う俺とデジモン2体と共に戦う貴様、主義は異なるが求める強さは同じものかもしれないな。これほどに満足できる戦いはいつ以来だろう。俺の申し出を受けてくれたこと、礼を言うぞ。ありがとうございます。はい、ということで、はい、本当はマグラも行きたかったんですけど、ベルゼブモンと戦ったってことで今回はここで終了したいと思います。眠くなってきたみたいですしね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回ね、マグラモン探しの旅に出たいと思います。では
はい、締めましょう。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければアバットボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次のこの世界でお会いしましょう。See you again! バイバイ!